というわけでですね、今回は純粋に立ち回りの作り方を解説していこうかなと。はい、みやまです。名乗りまーす。はい、というわけで名乗りまーす。リアクション祭の手島です。みやまです。ゆずきです。よろしくお願いします。僕たち、私たち、あれ違う。今回はですね、純粋に立ち回りの作り方を皆様に解説していくんですけれども、はい、普通の立ち回りをまずはお見せして、はい、作ったやつを見せます、はい、その後にですね、なんだろう、手数の増やし方とか、そういうのってどうやってやったらいいんだろうかなとか、スピード感あふれる立ち回りってどうやって作ったらいいんだろうな、1対1の作り方ちょっとだけ前に説明したんだけど、はい、崩す手を入れるとかね、はい、そういうのは説明してるんですけれども、今回は2対1の時にどうやったら手数わちゃわちゃしたような感じに見えるのか、安全にそういうのがどん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 できていくのかっていうのを組み立てるところから皆さんに解説していこうかなと思います、はい、ちょっと結構ためになると思います。やってる人は特に、おお、そうか、そういうことか、なるほどね、これワクワクすっと。というわけで、じゃあ早速やっていこうかなと思います。レッツアクション。普通の立ち回りを皆さんにお届けします。これぐらいの距離感でいいかな、ちっちゃくてもいいと思うので、はい、いきましょうか。はい、はい、もうすでにつけてある手です。シンプルにシンプルに一個一個の手を大切に見せていく感じですね。こんな感じで、はい、一個一個本当に大切に振りを見せていく感じです。まあこの立ち回りでもね、普通にやったらもうちょっとだけ早くやったやつを次見せますね、はい、そこそこちゃんと見えるのは確かなんですよ、はい、はい、ちょっとやってみましょう。そんな早くやらないよ、はい、じゃあ行きましょうか、せーの、はい、バンバン、キンシュン、フン、フン、早いな、お前早いな、カン、フン、ハン、シュン、シュン、フン、シュン、ズバーン、ツァーン。目の前でそういう死に方したんだもん。ダメな例だと思う。俺疲れて、ちょもう一回やってみて、ちょ気になったからさ、気になりました、ダダダダダダ、はい、ズバーン、ズバーン、バシャッ、ザッ。ダメでしょ、ほら、うわー、すごい、風浴びちゃってるもん、すっごい風浴びちゃってるんだもん、ですね、はい、純粋な普通の立ち回り、違うところが気になっちゃったんですけれども、まあ、これでも十分立ち回りとして成立してます。一個一個はっきり見せてるので、はい、全然大丈夫なんですけど、はい、これにですね、もっと手数を足してって、スピード感というか臨場感を出すにはどうやってやっていくかっていうのを一個一個説明しながらやっていきます、はい、こっちの方がかなりマジでためになる。まずですね、最初1個前の振りではいきなりここからスタートしましたね、はい、この時にですね、僕こっちにかかっていく時に袈裟入れてください、はい、で弾きます、で突き、で突きって、どうしようかな、その後突きで、そっちが、だから、うん、でこうですね、ではいはいはい、だからここでまず1手増やします。これを逃げながらこっちにかかっていきます。でこのあと下切ってもらって、これを弾くと同時に右の足切られると思って、動作ほとんど一緒にします。で突きに行って切ります。で、突きですね、今のこれを行ってこっちにこうやって切る瞬間に逆袈裟ここに入れれる、カンシュンで、突きに行って下を振るときに上振っちゃってください、はい、でこの時に、じゃあ下振るときにちょっと切り上げ系にするので、後ろにグッて引いてください、こうシュンシュンから下に、でこの時も行ったら足切ってもらっていい、そのあとにで突きで、はい、でこれ落とす同時に上振って、はい、で、すぐ上振って、で、下振って、気がちっちゃって、前のやつ
がもうダメになっちゃうから。はい、というわけでちょっと分かるかな、ゆっくりゆっくりやっていくんですけど、はい、簡単に解説すると、1個の動きをなんか幾重にもかぶせていくような感じで物を作っていきます。隙間を埋めていく感じですね、うん、最初のまずこの袈裟でこっち側に行く理由をまず作ります。こっちを避けると同時にこっちを防ぎます。でこれを弾く間にこっちは隙がありますよね。で足が切れる。でそれを同時に行っちゃいます。はい、で突きが出て、そうだね、突きってこれを巻いて弾いた時にここ行くと同時にこっちが来るから逃げながらこっちに攻め入る感じ。はい、でこう入ってるところに突きが来てそれを逃げてもう一回遠ざけます。ここも今かぶ二重にどんどんかぶせてってる感じ、動きをどん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 かぶせていくような感じ。ここはちょっと物足りないね、グッて入ってるのに。これ避ける振りかなんか入れようか。だからちょっと改善していきます。まず最初に袈裟を足してますね、最初からいくと。でここで足が来ます。突きって切るときにこっち入って突きが来る前になんかそっちちょんって来れる。一回行って、で、行って、行って、これ足振ってなかった。うん。突きをこっち側避けて、足切って、これを同時にちょっと相手を遠ざけると同時に切ってくるのを避けて、さらにこっちを弾くと同時に左足が空いてるので、それを同時にさばきます。で、突きが来るのを避けて、1個目は単純にこれを落としてるだけだったんですけど、これを落とすと同時に上を振ってもらって避けます。でここが空いてるのを弾いて下を逃げます。で切ります、突きます、風を感じます。なんか1個の動作に必ず隙はあります。2対1になると特に隙があるので、そこに攻撃をかぶせていって肉汁にも作っていくような感じです。じゃあ実際もうちょっとやってみましょう。はい、はい、せーの、シュン、ナン、アー、ウン、ウン、シュン、こういってるか、無理だ、これやりづらいね。うわ、うわ、ちょっと、ちょっと下がる、下をつけるところで、はい、もうこんなもんでわかるでしょ。はい、ちょっとだけ早くやってみる。はい、ラスト挑戦、もうちょっと少しだけ近いんだよ。基本的に近いんだよ。まあこういう立ち回りは近くないので、絶対に安全を切っ先だけ気をつけてやってくださいね。いきましょう、せーの、シュン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 、ちょっと待ち、せーの、シュン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 、はい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 。まあというわけでですね、はい、立ち回りの種類はいくつもあります、はいはい、重さを見せる立ち回り、はっきり物語を見せる立ち回り、はい、そしてですね、最近我々がですね鬼滅の刃っていうものにハマってて、そういうものを見せるためにやってるのが勢いを見せる立ち回りです、はい、そう、そのシーンの勢いをバーッとあって最後にザーンっていう最後がわかるみたいな。どうぞ喋りたいんだね、どうぞ。ぜひぜひ、はい、いろんな種類の立ち回りとかこれからも上げていくと思いますので、今この時にチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で立ち回りに関する、質問とかいろんなものありましたらコメントでもいいですし、はい、いいですし、我々リアクトのツイッター、DM 開放しておりますので、はい、そちらの方にくださればいいかなと思います、はい、DM の方を開放しておりますので、ドン、はい、開放しておりますのでそっちの方にドン見ていただ使っていただければなと思います、はい、令和元年に1000人到達目標に頑張っておりますので、ぜひぜひ皆さん、よろしくお願いいたします。それではまた、よろしく、せーの、ラー